地球の歴史その9、バージェス動物群の話。今から5億1000万年余り前のカンブリア期、地球には奇妙な動物が住んでいました。以上がその動物たちです。ちょっと現在では見られないおかしな姿をしていますね。これらの生き物はバージェス血眼から見つかったので、バージェス動物群と呼ばれています。 カンブレアバガースという言葉もバージェス動物群の発見で広まったものなんですね。そもそもカンブレアバガースという言葉を世に広めたのはアメリカの古生物学者、グールド博士。グールド博士は言いました。バージェス動物群は現在のいかなる動物とも全く違う。カンブレア家はこういう全く異質な動物が一斉に進化した特別な時代だと 主張したんですね。こうしてカンブリア区に起きた進化の大爆発。カンブリア爆発という言葉が世に広まったんです。でもね、実はほとんどの研究者は正反対に考えていたんですね。これらは全部僕らの知っている動物の仲間だよね。そしてこれを調べるは 三葉中の進化がわかるぞ。ほとんどの研究者はそう考えたんです。ここにはね、奇跡の進化と言ってしまって、業績を上げられなかった人と、これを使えば進化の像を解明できるぞ。そう考えて業績を上げた人たち。その違いがあるんです。 カンベル計になると突然三葉虫が出現する。これは大ンも悩んだ問題でした。三葉虫の進化とはこういうもののはずなのに、いたはずの祖先が全然見つからないんですね。まるで三葉虫が突然進化しように見えるんです。 これは三葉虫が硬い甲羅を獲得したことで起きた見せかけの現象でした。三葉虫はね、カチカチの甲羅を持っていて、カスキに残りやすいんですね。でも祖先たちは体が柔らかで、カスキに残らなかった。だから三葉虫だけがカスキに残って、突然出現したように見えていたんですね。ところが、バカチ動物のを見たら、 山陽虫以外にもいっぱいカスキが残っていたんです。だからほとんどの研究者は、これで山陽虫の進化がわかるぞ、と色めき立ったんですね。じゃあなんでバージェス動物群では山陽虫以外にもたくさんのカスキが残ったのか。まず、その理由を説明しましょう。カナダにあるバージェス山。 場所はこちらです。バージェス山には結眼の地層があります。手前の板みたいに並んでいるのが割れた結眼。バージェス山の結眼だから、バージェス結眼なんですね。結眼はね、薄い層でできている岩で、叩くと薄く、剥がれるように割れるんです。 そして剥がれた層の間に時々化石があるんですね。血眼の血はページの意味ですね。つまり書物のページをめくるように割れる岩。このことから血眼は酸素がなく動物もいない推定でできたことがわかるんですね。これがカンブレア機の海底。現在の海もそうですけど、海底には色々な動物が住んでいます。 穴を掘って巣を作ったり、海底をかき回して餌を探したり。動物がいる海底では泥が引っかき回されるから土砂に細かな鉱山は残りません。カスキもほとんど残らないんですね。動物の胃が沈んできても、動物たちががいを全部食べてしまう。後には何も残らないんですね。 こういう環境だと、カス系に残るのは、カチカチの甲羅を持つ三葉虫とか、それぐらいになってしまうんです。ところが、ここで水が淀んだらどうなるか。動物は呼吸しますね。だけど淀んでいるから、酸素を含む新鮮な水が来ないんです。酸素は消費される一方で、だんだん酸欠になってくる。 しばらくは酸欠強い動物が残っているけど、それもやがていなくなってしまうんですね。酸素なしで生活できるバクテリアだけの世界。この酸欠の海底に意外が沈んでくると、意外は食い荒らされることなく、そのまま横たわっています。そしてゆっくりと土砂が積もっていく。 積もる土砂は毎日少しずつ違うんですね。先週雨で少し粗い砂が積もった。今週は晴れで細かな砂が少しだけ。そうやって薄い層ができていくんです。かき回すオブスがいないから薄い層はそのまま残るんですね。そしてだんだんと土砂の層は厚くなって意外はぺちゃんこに潰れていきます。 そして土砂の粒子の間に石灰の結晶ができていく。台所の端台にも石灰が溜まることがあるでしょう。あれと同じ原理でね、石灰が土砂の間に溜まって泥を固めていくんですね。こうして結難が,ができます。そして隆起する。人に発見される。酸欠の海底で作られた媒節結難には他の地層では活気になれなかった 様々な動物が残っていたんです。これはハルキゲニア。2センチぐらいの小さな不思議な生き物です。こちらはオパビニア。5センチぐらいの生き物ですね。象の花のような奇妙な捕獲器を持っています。何を捕まえたんでしょうね。こちらはアノマロカリス。 全長60センチ。カンブレア機最大の肉食動物です。こちら、レアンコイリア。全長10センチ。これも奇妙な捕獲器を持っていますね。奇妙で魅力的で不可思議なバージェスの動物たち。グールド博士は、バージェス動物群は今の動物と全く違う。 そう言ったんです。その気持ち、わからなくもないですね。でもね、ほとんどの研究者はこう考えたんです。これらの動物は節足動物で三葉虫の親戚なんだと。現在の地球にはカニムシという動物がいるんですけど、これ、節足動物の親戚なんですね。 ナメクジとムカドを合体させるような姿をしていて、でも皮膚は昆虫とかと同じもので乾いています。そして倒れない未熟な足を持っている。バーテスのハルキゲニアも倒れない足をしていますよね。よく似ている。ハルキゲニアはム虫の仲間なんだろう。つまり、単純な足を進化させた原始的な生息動物である。そういう解釈ですね。 アノマルカレスとパビニア、もう少し進化しているようです。なぜならヒレを持っているから。節足動物はね、皮膚を固めて、その硬い皮膚を骨組みにしています。足もパイプのようになっている。でも、パイプのままで足が曲がらないから、足には曲げるための節があるんですね。だから、節足動物、つまり節足動物です。 そして、接触動物の足は二股に分かれている。三葉虫が有利ですね。三葉虫の甲羅を通り外すと、こんな風になるんです。足の付け根から羽のようなヒレのようなものが出ていますよね。足が付け根から分岐して歩くための足とヒレのような突起、その二つに分かれているんです。 アノマルカリスとパビニアのヒレは三葉虫の足のヒレと同じものだろう。だからハルキギニアより三葉虫に近いはずだ。つまりこうなる。そしてレアンコイリアと三葉虫は体型が同じですね。どちらも幅広の頭が同じ幅の胴体につながっています。つまりレアンコイリアは三葉虫に近いんですね。 ほとんどの研究者はこのように考えたんです。これに対して、グールド博士は、木ぐらいの研究は整合しない部分があるじゃないか、そう批判したんですね。これね、もっともらしく聞こえるけど、研究者としては致命的だったんです。だって研究者は、整合しない謎を解き明かすのが仕事であり、業績なんですから。ところが、グールド博士は、 生合しないからバール動物群は特別なんだ。そう言ってしまった。これは致命的でした。特別だと言って話を終わらせたら、もう業績を上げられません。実際、グールとアカスは業績を上げられなかったんですね。じゃあなぜグールとアカスの言うカンブリア爆発という言葉だけが流行ったのか。それはね、グールとアカスが一般向けにワンダフルライフという本を書いて、 一般人に直接自分の考えを吹聴調したからなんですね。グールド博カスがワンダフルライフを大量に出したのは1989年。1 9 8 9年はね、他の古生物学者たちがバージェス動物群は三葉地に近いと発表した年でもあるんです。ところが一般の人は論文を読まなかったんですね。まあ当たり前ですけど。 こうして論文にもなっていない根拠もないグールド博士のお話だけが世に広まって、真面目に研究した人たちの業績はみんなに知られないままになったんですね。これが皆さんの知るカンブリア爆発という言葉の正体。要するに、カンブリア爆発という言葉は業績のない博士が吹いしたホラ話だったんです。ちなみに、 グーグルと博士には断続栄光説という業績がある。そう反論する人もいるでしょう。でもね、断続栄光説もほとんど無視された説なんです。その解説は次の動画でしますね。さて、バージスの動物たちはこういう関係にあるんだけど、この会社が90年代のもので、研究を進んだ現在だと変更点があります。リアンコイリアは、 山陽中からもっと遠いかもしれません。これにはね、ヘッドプログレム。つまり、頭部問題という課題が関係してくるんです。そして、アノマルカリスのヒレにもまだ謎があるんですね。そうした話もしばらく先の動画で取り上げます。